はい、ということでね、買ってきました。またマクドナルド。はい、なんとですね、なんかマックポークというハンバーガーですね。はい、戦いよ。はい、じゃあちょっと食べてもらえますかね。はい、じゃあいただきます。これでね、200円ですからね。中はあ、こんな感じの。ハム入ってるね。はい、ベーコンが入って。あ、ベーコンじゃん。はい、はい、じゃあいただきます。はい、美味しいですか？なんかソース何ですか？わかんない。私食べてないから最初に。なんかソース美味しいですよ。美味しい。ちょっとね、まいちゃんが何食べてんのって顔で。美味しい。あ、ちょっとまいちゃん。大丈夫かな？大丈夫ですか、まいちゃん？まいちゃん。私たちの顔見えなかったから不安だったのかな？ママこれ初めてですか、食べるの。どうですか。美味しいです。ベトナムのね、ホーチミンに確かなかったような気もしないでもないという。なんかベーコン入ってる、それを初めて食べるんですよ。食べる、うん、いつかね、まいちゃんも食べることができるようになったらね、一緒に食べればいい。じーっと見てますよ、まいちゃん。ばあちゃん、笑って喜んでるね。昔もね、マックポークがあって何度か食べたことあるのよ、私はね。うん、だから懐かしいかな。うん、ベーコン入りで復活ってことですね。うん、うん、懐かしいな。美味しいね。うん、じゃあ今日暑いでしょ。まあこの前もっと暑かったんですね。うん、うん、暑いね。今日はまあまあ大丈夫だ。ベトナムみたい。うん、うん、暑いさ。でも前、この前、うん、一週間前、うん、ぐらい暑かったね。うん、一個ずつ買えばよかったね。そうですね。うん。懐かしいけど、なんかこっちの方がボリュームアップしたのかなっていう。うん、タレ美味しいですね。美味しいね。うん、まちゃんがね、ずっと見てる。うん、気になるの？気になるか。なんかバーベキューソースのような感じかな。うん、日本の方はね、ヒート、人間怖くないね。うん、慣れてるね。やっぱりベトナムの反応は人来たらすぐ逃げたよね。うん、すごいね。今ちょうどね、ママの頭のこの手のところヒューって通ってたね。
すごいバランスが取れてて食べやすいね。このハート。なんでそんなハードバックアップするの？かわいいから。あら、ハト来た。ハト来たよ。うん、あ、いや。食べましたよ。早い。今日本は夏休みから学校休んで、子供たちいっぱい遊べるね。そりゃそうだよ。だって、まいちゃんもね、歩けるようになってね、話すようになって、遊ぶようになったらね、大変よ。あと、まだ、ハトいるよ。ほら、見て、ハトだ。子供たちはハトと一緒に遊ぶね。ハトよだれが。ごちそうさまでした。はい。どうでした？美味しかった。美味しかった。ああ。なら良かったです。